こんばんは、皆さん。10月21日から、始まったリッスン・ラ・ミュージック・ラ・ラジオキャンペーンです。毎週、水曜日に DJ や、ライブバンドの演奏を皆さんにお届けしてきました。今週、今日の、回に関しては毎週とちょっと趣向を変えてみます。ここで、ミュージシャンであり、他にもいろんな活動をしている私の友人でもありスーパーアーティスト松田優希さんを、招待してトークショーという形で今日は皆さんにお届けしたいと思いますので、ゆっくり楽しんでください。それでは優希さん、はい、どうぞ。いや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 、いいのこれこっちなんだよな、本当に今ね。あ、そうだ。えはい、はい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 、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、うん、音楽メインの話でゆるくお酒も入っちゃってるし、はい、楽しくやっていこうと思ってますけど、これは飲んでいい？あ、マイクが取れいきなりマイク取れちゃってるけど、今日はねこの辺に置いてた。リビングな感じでやってるからハプニングも結構あるけど。そうですね、うん、ここはね、渋谷店ですもんね。そうなんですよ。渋谷店っていうの？アニエスベイ渋谷店で、うん、最近オープンしたこの宮下パークの目の前なの分かります？これそうか、後ろからがっつり見えるんですけど。確かに、そう、いいよね、うん、いい感じの。ちょっとこのマイクが気になるけど、完全にリビングルーム感で今日はやりますけれども、ええ、ちょっとね、うん、話に入る前に、うん、いろいろちょっと今日ゆうきちゃんからもらったプレイリストがありまして。プレイリストと言いますとと思って感じなんだよね。でもなんかこうどういう感じでいきましょうかね。なんか最近、うん、ちょっとこう早起きすることが増えて、うん、増えてというか早起き気づいてるんですけど、うんうんうん、朝聞く音楽がね。そうね、うん、朝ってどんな音楽聞いてる？朝はね、すごい早起きになったの俺も、うん、コロナなのかな、うん、コロナだからか。でもいつも早起きじゃん。いや、なんかまあ趣味趣向もねいろいろあるから社会趣味基本的に夜型の人と朝型の人と、あ、まあね、いろいろあるでしょ。そうだから朝を豊かにする音楽をちょっといろいろ探ってるんですよ、うん、はいはいはい、うん、どう、まあ、朝ね、うん、朝起きてすぐ起きたい人と朝ゆっくりしてたい人もいるでしょ、うん、俺はね結構ね朝ゆっくりしてたい人なんですよ。仕事もあるっていうのもあるからちょっとね、うん、ゆっくりしてたいけど朝を仕事にも元気が出るみたいな、うん、そのちょうどいい曲をずっと探してて、うん、しかもプレイリストで探してて、うん、なかなかないから自分で作っちゃおうかなとか思ってたぐらいなんだけど、ちょっとね今日はそのアドバイスをちょっとゆうきちゃんに聞きたいということで、はい、待って、ゆうき一曲じゃあさ最近聞きたいんだよね。ハマってるやつ流していい？どれ？これ入ってないの？なんて曲？さっき思い出した。ちなみになんて曲なの？あのね、エチオピアのジャズなんですけど。エチオピアの曲最近ちょっと、あ、聞いてる？いや聞いてないんだけど。いや聞いてないのかよ。聞いてないんだけど人から話を聞く。そう、このね、エチオピア…バズってるわけじゃないでしょ。バズってるわけじゃないと思うけど、これね、ちょっと名前がかなり難しいのよ。これ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 。あ、ちょっとね、うん、ちょっとこれ入れてみて。ちょっと僕タイプしてるんで、うん、ちょっと最近の…これなんか、なんかね、映画かなんか流れてたんだよね、確か。映画で見つけた曲なの？そうそうそう、映画で見つけて、これはもう朝に最高だなみたいな、まあ、朝に限らずなんだけど。ちなみにこれエチオピックボリューム21、うん、ピアノソロという曲です。ので、マザーズラブ。すいませんね、今日はこういう感じで DIY な感じでやってるんで。あ、そっか、見てる人はねここで流す。何が起きてるんだっていう状況になってますけど。確かに、ね、みんなもこうやって家でズームのみとかなんかやってる時、うん、
こういう感じで曲かけるでしょ。そうだからみんなもシットバックして、何ちょっとシットバック Sit back and relax Sit back and relax スタイルでね。でね、うん、このエチオピックボリューム21、エチオピックスボリューム21のピアノソロのどの曲が、ちなみにこのマザーズラブっていうこのアルバムの6曲目の、ちょっとね聞きましょう。ここで流せるの？ここでね流せるんですよ今日全部は。素晴らしい。全部は行きましょうか。ちょっとこう乾杯してんじゃん。ファーストソングに乾杯。乾杯皆さん。乾杯。すいません飲んでないで仕事してる人はすいません。ということでかけたいんですけど、うん、ですね、ソングに関してはいやマザーズ。え、これ違うの入れてない？いやエチオピック。ボリューム21だよ。あ、でもこれはこれこのアルバム。このアルバム、これソングに出てるんだよね。アルバム。あ、アルバム。いや出ました。ボリューム4。これ。グダグ。いいね、なんかこういうの。かけるのにも来た。これ。あったー。イエース。マザーズラブ。うん。じゃあちょっと聞いてもらいましょうか。聞いてみましょう。いきます。なんか赤くなってきちゃったかもしれないです。わかる、暑いよねちょっと。いいね、なんかいいでしょう。これは朝スタートさせるために元気スタイル、うん、それともこう、あ、私にとってスロースターター？いや、割とさっと起きるタイプなんだけど、うん、これはでもコーヒー入れながら、うん、自分で入れながらこれ聞きながらみたいな、ちょっと目覚めるみたいな。そうね、最初のね、うん、入り方だよね、朝の最初の入り方。いいね、でもなんかこういうゆっくり入るっていうやり方もあるし、うん、なんかその反対にこのゆっくりが元気になる可能性もあるし、そうでも結構ね、うん、明るめの感じで。明るい。意外とピアノってさ、ピアノいいよね、静かになりがちだけど、これ結構ジャズの要素あるからなのか分かんないけど、アップテンポっぽいね、うん、スローなのに。そうだね、ちょっとウキウキするじゃないね。なんかこうこの人のやつ全部いいんですよ、このエチオピックスボリューム21は。いや皆さんぜひエマホイ。マザーズラブ、うん、いいね。いいよね、このアルバム全部こういう感じなの？結構こういう感じ、こういうトーンが多い。だからもうアルバムそのままかけちゃうとか想像できるね。でもなんか朝夕日が起きて、コーヒー入れながらおはようございますってやってる想像できる。そうできるでしょ。いいね。そう、なんか人のこういう朝のプレイリストを聞けるってすごい貴重で、あんまりみんなそういうのってシェアしないで自分のために撮っといてるでしょ。そうなんだよね、だから割とね、うん、これは貴重です、うん、たまにスタバとか行って、うん、シャザムしたりする。朝、うん、スタバの、そうスタバで流れてる朝っぽいやつシャザムしてダウンロード。スタバに行くの？スタバ行く人行く人いや行くでしょみんなまあまあ行くでしょ。スタバに行くのね、知らなかった。どうですこれ？いやすごく俺好きだな。でしょ、すごく好きだな、うん、聞くでしょ。自分は個人的にジャズすごく好きだし、うん、ジャズが詳しく知らないからこそ、うん、なんて言うんだろう、歴史的なこととか抜きにして聴けるジャズが好き、うん、あ、なんて言うんだろう、すごくエクスペリメンタルなものもあるでしょ。はい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 、分かんないこれ、うん、でも分かんない自分がダメなのか、うん、みたいな感じになっちゃうけど、でもジャズっていうか、まあ、なんかさ、ジャズって聞くとなんかちょっとハードル高い感じに思わない？ユウキはなんかそうなんだよ ね、なんかジャズって聞くとうってなる。でもこれエチオピアジャズって言ってるけど、ジャズってユウキはそういう感覚で聞いてなかったからさ。
そこなんだと思うよ。多分日本はジャズっていうことをすごくよく知ってる人たちがたくさんいるでしょ、うん、まあ世界中そうだけど、うん、日本は特にさ、うん、物知りが多いから、そうだね、そのジャンルに入り込みましたっていう勇気は必要だけど、うん、そういうジャンルを抜きにしてこの曲好きって言って選べば、そう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 、いい曲で終わるんだよね、うん、いやすごいいいね。明日の朝聴いてみて。でも今プレイリストに入れるの忘れちゃったんだよね、これ入れといてよ、それまた後でそれは入れていただいて。そうね、いやだからさ、このプレイリストの話さっきしたでしょ、うん、なんかさ、こう自分で作るのは、うん、まあ、Spotify とか iTunes とか、今他に何だろう、ストリーミングできる Apple Music、 Apple Music のね、なんか限られてるって言っちゃ限られてるでしょ、うん、でその中でこう、なんて言うんだろう、毎週のおすすめみたいな Spotify はしてくれたりするし、はい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 、今日のおすすめとか、うん、なんかこう自分の好きなものをなんか必然なんか AI が ね、 ね、 AI がこうプログラムで教えてくれたりするのを、うん、に頼って結構生活してるなって最近思うの、うん、で、ある意味いい、あ、なるほど、いいのよ、それは新しい音楽を、そう、人におすすめされたっていうのと AI からおすすめされたっていうのが同じレベルに今いるのよ、うん、確かに面白くて、確かに、で今こうやって結城に説明されて、うん、こうこうこうなんだよね、朝聞いてるんだよねっていうのと同様に、うん、コンピューターが、うん、今これ朝でしょみたいな感じでおすすめしてくるでしょ、うん、で、それを意外と聞いてると頭いいなって思う、なんで知ってんのみたいな、なんで知ってんの確かにそれが AI だからそうです、すごいなって思ってるんだけど、なんかまあちょっとこれはね、コマーシャルチックに聞こえるかもしれないんだけど、例えばね、アニエスベも今日のねこの企画もあるんだけど、うん、アニエスベラジオっていうのが一応あるのね、うん、で、アニエスベラジオっていうのはいわゆるこういうウェブサイトがあって、ウェブサイトとか、まあ、アプリケーションがあって全部こうシームレスにできるっていうサイトじゃなくて、ストリーミングなの、うんうん、いわゆる、何千曲かがこうぐる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 回ってるっていうプレイリストなんだけど、うん、まあ、アニエスが大好きだよ、なんかロック好きだし、うん、なんかいろいろね、うん、こうジャンルはあるけどっていうのをセレクトして日本の時間帯に合わせてかけてる、うん、ああそうなんだ、だからフランスで聴いてる人はフランスの夜っぽい曲が聞こえるんだけど、うん、日本で朝聴いたら日本の朝の時間のちゃんとこうなってる、うん、そうなんだ、そうだからアニエスベラジオに行くと一応、なるほど、お任せスタイルにはなるのよ、アニエスお任せ、そう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 、あ、すごいいいね、だからなんかそういうことをやってる、ね、うん、他のこう人だったり DJ だったりいろんな人いるけど、なんか人に任せると持ってってくれない、うん、なんか自分の気持ちをどっかいいところに、好きな人のね、特に、あ、まあ確かに確かに確かに、なんか聞いてみようと思うしね、そう、好きなブランドだったりすると、で、まあ、ブランドはブランドだけど、例えば結城からこうやって聞くと、うん、結城も友達とかさ、うん、ミュージシャンいっぱいしてるじゃん、うん、でもなんか好きな人じゃない限りなんか全然そのレコメンされて聞かない、いいと思ったことないそうな、なんか面白いよねそれね、うん、なんかだったら AI ぐらいの方が間違いない間違いないそうなんだよね、だからやっぱりね、なんかかけてよ、うん、いいよ、なんかあー、うん、そうですよね、やっぱ皆さんすいませんね、喋ってばっかで本当に、じゃあクリスの喋り癖があるからね、クリスのモーニングソングは僕はね、本当にアニスベイの人間として恥ずかしいですけど、うん、もうソウルブラザーズなんですよ僕完全にいや別にいいでしょ全くソウルじゃないんですよアニスベイ、まあ、ソウルじゃないかな、いやもうロックですよ、うちはもうかっこいいんですよ、でもね、僕はもうロックまでのフォークっぽいのもあるよね、僕はそうです、僕はそうです、これ多分今頃多分社内でディスられてるんですけどでもの、この選曲してくれた中にもう一曲ぐらいないのかな、あ、モーニングブルー、モーニングセールズかな、最近よく聴いてんのは、なんかあんまりこういう曲聴かないんだけど、レニー、そう、レニーっていうのセールズ、あ、セールズのレニー、セールズのレニー、うん、タイトルがレニー、うん、かけます、かわいい、ね、アクスティックな感じね、そうそうそう、うん、なんかちょっとフォークっぽい感じ、うん、
これもなんか朝起きてちょっとドライブする時とか、うんうんうん、車乗ったりする時に、うん、なんかなんていうのもう天気いい日とかにこれを着ながらドライブ朝するともう最高ふーみたいな今日一日いい日になるみたいなそういう気分にさせてくれる。アップビートでいいね。なんかこれはヘッドホンで自分で聞くかって言ったら聞かないんだけど、あの外に出て歩いてる時に、うん、ずっとヘッドホンかけてる人、そうずっとかけてる。今日もヘッドホンしてきた。そうなんだ、うん、本当に遮断。自転車は乗る？自転車はダメだから、自転車乗るけど歩きながら、歩きながらヘッドホンも必ずと言っていいほどつけてる。つけてるんだ、うん、でいつも自分のプレイリストがあるわけじゃなくて、でもね最近はやっぱ同じ曲ばっかり聴きたいから私は、うんうんうん、歩くときはこの曲みたいな決まってるし、分かるじゃん。だからもうそれがそれをループにしてる何曲かを分かる。あなんかテンポに合う、その歩くテンポに合うさ曲ってあるじゃん。ある、うん、すごい調子よく歩けるみたいな。ある。そればっかりかけてるかも。それもちょっと聞きたいからね、うん、今日はさせっかくだからさ朝のテーマでしょ、うん、朝のテーマ今ね、今はね、うん、で、じゃ次は、うん、ちょっとこう起きて移動中行動のね、うん、ステップアウト、ステップアウトの曲をちょっと。そうね、例えば何がある、この中にある。でも結構ね暗いよ。こっち結構なんかこうモードに入る感じ。そう、モードに入る感じ。なんかこのファミリーってやつは、うん、割とノア・キッティンガー、うん、ファミリー、ノエル・キッティンガー、うん、のファミリー、行ってみる、うん、行ってみようか、行ってみようか。まあ今これはね朝の感じで、朝起きて天気いいみたいな、まあ天気がいいシチュエーションでね。そう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 、ちょっと次かけますね、うん、いきなり切れますよ。いきなり切るね、うん、やっぱりね、あの DJ じゃないんで今日は、うん、お家でなんか差し飲みしてさ、なんか一人よりなんか誰かとみたいな感じで Zoom で、ね、前やったのなんかあのプロジェクターでやりましたよ、ミュージックビデオ、ね、かけながらちょいちょいね遊ばせてもらってね。そうそうそう、お互い悩みからの悩みからゾーンからのすごい今ゾーンからのね、なんか良いいいところに、良いところにいるね、うん、コロナもみんなこう大変な時期だけど、そう、そう支え合わないといけない時なんでね今ね。この前来てすごい誘われ、なんか救われたもん。あ、本当。すっげえ幸せになった。それは最高だね。うん。やっぱね、自分が大変な時に誰かをちょっとだけ。うん。しかもやっぱりなんかズームとかだけだとね、うん、実際に会わないと。結局やっぱエネルギーの交換ですから。そうなんだよね、やっぱり合わないっていうことが本当に当たり前になっちゃったから、自分のスケジュールもさ、うん、合わないベースでさ、うん、組むでしょ、うん、本当に合わなくなっちゃうね。え、このアニエスはなんか変わったんだ、その働き方とか。働き方はね、アニエスベイは基本的にみんなもう基本的にできる人はリモート。リモート。そうなんだ。で、まあ、週1、2とかで会社に行ける人が行くっていうので、だからすごいモダンな会社だから。そうだね。あの考え方もなんていうんだろう。まあ、アニエスっていう人間がさ、確かに。まあ、こう言っていいのかわかんないけど、かっこいいの。うん。俺大好きなんだけど。アットホームだよね、アニエスって。本当にそう。会社。人がいて、アニエスっていう人がいる上で成り立ってる会社で。うん。こうやって音楽も大好き、人の人生を大事にするっていうことを持ってる人がやってる会社はやっぱり働いてる側もそうだし、確かに、まあ演者さんはどうかわからないですけど、いやいやいや、いろんなシチュエーションあるけど、うん、ね、リモートで多分今いろんな会社がいろんなやり方やってるけどさ、うん、どうなの、でも実際さ、うん、リモートの仕事は増えたの最近、アーティストとして。リモートの仕事は基本断ってた。あ、そう、うん、それわざと。あんまり賛同できなくて、その、うん、まだわかんないし、うん、そういうのはなんかあんまり違うかなみたいな、うんうんうん、まあもしかしたらまた気が変わるかもしれないけど、
まあ、当たり前になっちゃったらね、それがね、ファミリー、そう、ちょっとこうノスタルジックな曲なんだけど、うん、ファミリーっていうアルバムでノア・キッティンガのファミリーっていうタイトル、うん、多分シングルだね、これ EP 確か。よかった、すごいいい感じだよね、うん、勝手になんか持ってかれた。そうなのよ、うん、なんかね、このノエル・キッティンガーのやつ全部良くて、なんかそういうアーティストで覚えるのいいね、うん、この人いいねってなったら、そう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 、ね、そうなのよ。え、そうじゃないの逆に、いや極端に、あの、怠ってた今時の子ね本当に怠ってた一曲買いみたいな。いやー、なんかそう、一曲買いするとさ、うん、iTunes とかもそうだけどさ、バラバラになってくるもんね。いや、もうだから家にいるときはもうノエル・キッティンガー、家にいるときとかなんかもうずっとかけちゃうんだよね。いや、よかった、すごい、すごいね、あの、ポジティブ、ポジティブなの、うん、なんかさ、ちょっとスローなテンポ、ちょっと、うん、ちょっとこう、こう、なんていうの、ゆっくりなやつってさ、うん、ダークって思いがちじゃん。そうそうそう、わかんないよ、でもさ、え、これじゃあもう一曲かけながら、ね、同じ人かけちゃダメ。いや、かけようよじゃあその体でね、うん、その体で同じ人の、うん、ノエル・キッティンガ、オール・アイ・ノー、あ、ノアだ、ノア、ごめん、ノア、オール・アイ・ノー、オール・アイ・ノー、ノア・キッティンガ、これなんかすごくて、何がすごいかというと、うん、あの、この曲聴きながら本読めたり、うん、物描いたり、うんうんうん、絵描いたりできるの。絵描いてるね、最近ね、うん、すごい絵描いてるよね、すごい絵が。ちなみに毎月なんか、あ、そう、銀座で ね連載中だから描いてるんだけど、ね、基本なんか無音じゃないと本も読めないし、うん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 、無音じゃないと絵も描けなかったんだけど、これだったのよ、この曲。それともこのノア・キッティンガー全体的に、ノア・キッティンガー全体的になんかね、はかどるんだよね、それすごい俺珍しいと思う、そういうアーティストって、うん、あの、なんか邪魔しないっていうか、うん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 、いい意味でね、うんうんうん、本読むってさ、情報がすでに入ってくるでしょ、うん、でもっと入ってくるってことだと、うん、すごいね、これ爆音でヘッドホンで聞きながら本読むみたいな。本当に移動中とかに。そう、それ何、それ結城のこう特技とかっていう話じゃなくて曲だってね、だいたい本も読めなかったね、うん、あんまり活字が得意じゃなくて、イメージ系ね、画像系漫画も読まないけど、あんまりだけど本があんま得意じゃなくて、うん、だけどコロナになってから本をたくさん読むようになって、本と音楽セットで、うんうんうん、プラス移動するみたいな。ラグジュアリーだね、うん、ラグジュアリー、なんか欲だらけだね、ラグジュアリーラグジュアリータイムよ、昨日いいね、でもね、それができたらすごいいいね。そう、ついでになんかさ、食べながら全部、五感を全部使うみたいな。いや、でもその言ってることはすごいよくわかる。あの、なんて言うんだろう、言葉が、あの、邪魔をしてないっていうか、メロディーの中に言葉がこうすごいトーンとして入ってきてるから、うん、多分そうメッセージ性があったとしても、うん、ちゃんと聞かない限り邪魔がない、わ、うん、かる、すごい、こういうなんか基本的にやっぱミニマルな音楽が好きだな。いや、本当にあの YJY 活動の、うん、なんかこうインスピレーションソースなのかわからないけど、なんかいや、なってないけど、自分の、まあ、自分にとってはすごい、でも一貫性はあるよね、自分の作ってる音楽と、うん、ね、自分がこういいなって思うものの、うん、ギャップがあんまりない人だよね。ない、よくこう逆行く人いるでしょ。あ、ロックミュージシャンなんだけどずっとジャズ聴いてるとかさ、そんなんいるの？いるいる、とかなんか、なんて、自分のやってるものはやってるもので自分のアウトプットだけど家で聴くものは全然違うよとか、ハウス、テクノの DJ とかもさ、お家ではさすがにさ、バコバコいかないでしょ。まあね、まあね、まあね、そう、うん、だからまあアーティストによって違うと思うけど、そこの一貫性がすごいあるなって思う、うん、マイワールドが。確かに、まあ、YJY はちょっと違うかもしれないけど、勇気、うん、単体ではやっぱ割と全部リアルっていうか、うん、正直なものが出てるかも、うんうんうん、
いいね、正直、うんうん、いや、よかった、すごい、いいでしょう、うん、いや、なんかこの感じさ、ちょっと夜までいかない、この夜のテンションまで持っていかない、夜のテンション、夜のテンションあったかな、あのさ、ちなみにさ、うん、1曲さ、ちょっとうざいかもしれないんだけどさ、うん、あのかけてくれるいや、どんどんかけてよあのさ、そう、いろいろかけたい曲があってだいたい、うざいかもしれないけどっていうのがうざいよねまあそうだよね、そのね、いらない、いらないその遠慮いらないアニス的にってこと？いやもう私の、うん、そうね、ちょっと興味を持ってて、でしかも、うん、しかも、うん、まあここは親和性がある、あ、間違いない、それはそうしよう、で、まああのアニエスベイと、うん、ゆうきのコラボレーションで作った、まあ作ったというか 曲だったり制作は全部ね、うんうんうん、ゆうきがやったんだけれども、うん、あのレコードをね作ったんだよね、そうリリースっていうね、コラボレーション、2019年です、これね、それはもう1年半、もう2年ぐらい経つけど、そうだね、ここにだってさ、アニエスのさロゴついちゃってるからね、ロゴついてるレコードとかって超レアだと思うんだけど、うん、いや、いくつかこう世の中に回ってる中でも、うん、日本では初めてのアニエスベイがそうなんです、ね、一緒に作ったっていうレコードなんだけど、うん、ダイアログっていうタイトルで、はい、ちょっとさ、うん、どうしようかな、なんか全部好きなんだけど俺は、うん、だけどやっぱりさ、クレイジーなやつ一回かけてみようか、あ、いいよ、クレイジーなパターンで、なんかさ、この最後の6曲目のさ、ジェマパーリミックス、これは結構クレイジーじゃない、これ大好き、これ大好き、そう、ちょっと一気に雰囲気変わりますけど、ダークルーム、ジェマパーリミックスです説明説明の下手感、うん、もうこの、ちなみにさ、うん、俺聞いてないんだけどさ、うん、ダークルーム、ダイアログの中のダークルームっていうのは、うん、何がインスピレーションなの、インスピレーションはちょっとなんか前に作りすぎて忘れちゃったダークルームってまずダークルームって曲あるんだよね、暗室、うん、そう、ダークルームっていう曲が最初に来るんだけど、うん、暗室って意味ね、ダークルーム、うんうん、で暗室ではそのネガティブとネガティブん？なんだっけ、ネガティブを再反転させると、うん、だからネガティブとネガティブを足すとポジティブになるって、それで写真が浮き上がるっていうところなのよ、ダークルームっていうのは、面白い、すでにその人間のこう心もそうで、まあ、ネガティブをこうネガティブで打ち勝ったら絶対にポジティブになれるとか、なんかそういう意味が入ってたような気がする、なんかマイナスかけるマイナスがポジティブですよみたいな、そうそうそう、なんか僕も算数下手だけど、なんだろう、なんかちょっと歌詞見ようかな、でもそれすごくさ、うん、ダークルームって言ってるけどっていう話でしょ、じゃあダークルームの強さの話かもしれないけど、うん、その暗いところのポジティブなストーリー、そうだね、なんか別にそのなんか逃げてもいいとか、うん、なんか暗くてもいいし、うん、結局は何でもありなんだよね、うん、でなんか、まあ、そのダークルームを作ってる時は結構なんかね、誰かのことを思って作ったんだけど、うん、人に理解されなくて、うん、こうどんどん孤独になっていった人がいて、うん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 、その人の歌を歌ったの、うーん、だから、まあ、なんか願いを込めてその子一人になっていくことがいつか再反転して、うんうんうん、ポジティブになったらいいなみたいな、うんうんうん、なんか願いも込めて作ったんだけど、うん、なんかそうだよね、うん、なんか結局写真もそうだもんね、ネガティブからポジになるからね、でポジになったらそれが見えるものだからね、可視化されるものになるし、結局なんか紙一重だよね、
なんか音楽って最終的には結構幸せにしてくれない？なんかさ、ダークに持っていくっていうさ、うん、曲もあるけど、うん、僕のパターンは結構最終的な落とし所に導いてくれるものだと思うんだよね、うん、でもそれって自分だから最終はね、そこがポジティブじゃん、自分だから。そうだね、そうだね。なんかそういう意味では知らないところで人をポジティブにさせてるんじゃないですか。まあ誰が聴いてるか分かんないっていうのが面白いよね、ちょっと。いや本当だよ、ね、YJY みたいな曲は、音楽はなんかあんまりそのメインストリームじゃないから。最近メインストリームの仕事も結構やってますよね。やってる。どうなんですか、楽しいですか。楽しいですよ、楽しいです、はい。なんかさ、すごいいろんな顔があるからね、なんかファンもいろんな層のファンがいるんだろうね。どうだろう、ね、すごいディープなところでもう YJY のもう、うん、こと大好きって思ってくれてる人もいれば、うん、こうテレビに出て、あの結構言われるわ、ね、なんか YJY の曲しか聴いたことなくて、うん、実際に会うと、え、うん、そんな方だったんですかみたいな。あ、そう、なんかもっとクールな人だと思いましたみたいな。え、反対にダークだと思われてたってこと。そう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 。まあでも分かるよね、それは。あ、そう。なんかこうすごくこう一個一個のことをすごくちゃんと考えてる人なんだろうなっていうイメージは。いや、考えてるよそれは。まあだから それをしかもこう距離をちゃんと置いてね。そうだね。なんて違う世界の人っていうかさ、うん、ね。あ、次もかかったよ。あ、かかっちゃった、うん、ハングアップだよ。ハングアップもダイアログだっけ。そうだね。これは違うアルバムでしょ。違くない。あれ入ってる。いい声してるね。いいね。これ結構もう自分の曲も結構聴くよ、いつも。ちゃんと聴いてるんだ。うん、昔の曲も。昔の曲も聴く。へえ。いや、いいねみたいな。自画自賛したり。やっぱりなんか作るきっかけになったのも、聴く曲がないから作ろうみたいな、うん、そうなんだ。自分の声好きだしみたいな。うん、だからそれがきっかけなの。うん、今でも別になんか自分が作ったものとして聴いてるっていうよりは、一アーティストとして客観的に聴いてる、うん、面白い、うん、それ面白い。かっこいいよみたいな。音よみたいな感じで。結構笑われるけどね。それでもいいな、素直でいいよ。自己満足みたいな。すごい。だってそこが好きじゃないってなったらさ、なんか聴いてる側からしても何好きじゃないのみたいな。ね、どうなんだろうね、うん、他の人ってどういう感じなんだろう。なんか聴かない人もいると思うんだよね。もう出しちゃったものはもう出しちゃったからみたいなとか、恥ずかしいからとか、まあ、アーティスト気質な人、そういう人はいるよね、うん、なんか常に壊していくっていうかさ、そうだね、新しいものを作るために過去のものは、うん、みたいなね。ちなみにね、うん、まあ、せっかくだから、クリストファーのディスカバリーウィークリーを、まあ、せっかくなんで書きようと思うんだけど。何ディスカバリーウィークリーって、まあ、今週君のためだよっていう。あ、僕1個書けるから、うん、今週私の曲だよっていうのを書けて、じゃあ次考えといて。これどういう意味？今週の気分の曲。今週の気分？そう、今週の気分。なんかさ、今11月のさ、秋っぽいさ、うん、ちょっとあったかいけどなんか寒いのかなんかよくわかんないみたいなさ、うん、この感じで、この感じで、まあ、いっぱいかけたいけど、むずい。1曲選ばなきゃいけないと思った時に、今週ね。そう、今週、ね、今週ちょっとみんな聴けるじゃん。そしたらそうしよう。なんかゆうきちゃんがなんか言ってたなって思い出せるやつ。うん、じゃあクリス先にかけて。そう、僕一回ちょっと、まあ、これどう考えてもあのポジティブバイブレーションなんだけど、かけますね、はい。まあ、曲からしてラブリーデイなんですけど、あのソウルです。あ、来た。もうあのやっぱり単純な人間になるのも悪くないかな。何単純な。ソウル聴いてる人単純みたいな。あ、最高。最高だよね、これはね。どっかで聴いたことあるでしょ、うん、なんかそこまでディグしなくても CM で聴いたとかさ、はいはいはい、映画で聴いたとかさ、うん、そういう曲聴くのも別に良くない。いや、もう全然いいと思う。なんかさ、
ヒット曲も悪くないよ、うん、悪くない、やっぱり、うん、そう、ラブリーで、ゆうきの友達で、うん、最近その昔はあんま音楽聴いてこなかった人がいて、うん、でもいろんなもの聴いて、うん、あ、音楽ってこんな楽しいんだって思ったんだって、うんうんうん、でだから例えばマイルス・デイビスの初めてのマイルス・デイビスみたいなプレイリストがあって、そればっかり聴いてるとか言ってて、素晴らしいじゃん、それもいいと思う、ヒット曲から入るのもいいし、うん、そこから、ね、広がっていくから、だからルールないよね、ルールない、ほんとルールない、ね、だけどちょっとね、初めてのとかプレイリストいっぱい入ってるのがちょっとダサい、いやもう見せないよ見せれないよみたいな、そこは見せないよもう自分でもう携帯はしっかりロックしてもらって、うん、もう iTunes もあれも全部ロックしてもらって、そうそう、でも、ね、これ知ってるぐらいの感じでいいと思うよ、うん、初めて聞いた0 to 10 Miles Davis の曲も知らないの How to Miles Davis みたいな自慢していこう、みんな自慢していこう、好きなものは Miles Davis を知ってるだけでも素晴らしいからね、いや間違いないでしょ、うん、いや、やっぱりね、幸せになってきた、うん、いいね、ゆうきがポジティブバイブレーションだからな、本当にそうなんだよ、本当にめっちゃネガティブだけどねとか、そう、いやネガティブではないけど落ちる時はあるよね、やっぱり考えすぎる人、考えすぎる人だからアーティストなんじゃないの、まあ、そうなのかもしれない、ね、うん、テレビに出る時はさ、やっぱりこう力出し切ってる感はあるの、いやー、やっぱテレビはね、刹那的なものだから、あ、やっぱその勇気のパーソナリティを出すのはちょっと難しい時はあるよね、ああそう、うん、なんかいろんなね、だからラジオ楽しい、ラジオは最近は、最近はなんか出たな、なんか東京 FM のやつに、あ、東京 FM ね、うん、うん、え、この後でかける曲どうしよう、いや、ちょっとごめんね、なんかちょっとこんななんかヒット曲すぎてハッピーバイブスの中で、そう、多分ゆうきちゃんファンからしたらなんて曲かけてくれたんだって思ったら、いや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 、大丈夫最高でしょ、この曲は好きよ申し訳ないけど全然、でもあるでしょ絶対、じゃあなんか違うちょっと、うん、ちょっと何この曲みたいなかけていい、あ、いいよいいよ、勇気とかな、うん、その辺着火ちょっとワイン飲んじゃった、うん、あと15分ぐらいだからね、寂しいね、あ、確かに、もうそんな時間だとね、そうなんですよ、10分15分ぐらい、10分、このねパルミストリーという曲なんだ、人なんだけど、うん、もうここかけちゃっていいの、大丈夫、うん、リフテッドっていうペーガン、ペイガンっていうアルバムだね、うん、アーティスト名がパルミストリー、パルミストリー、うん、始まり最高だね、ヒップホップ的な、ちょっとアフリカンっぽいね、そういいんでしょ、これいいよね、これだちょっとさ、いいジャマイカンっぽい曲もあり、ロンドンのアーティストだと思うんだけど、確かいいね、これ全部ねオートチューンなの、しかも、あ、そうなんだ、うん、で超シンプルでしょ、アルバムのジャケットもかっこいいね、うん、2015年これサウンドクラウドで見つけたんだよね、最初サウンドクラウドに載ってるような人だったの、うん、この曲サウンドクラウドにあったの、ちなみにサウンドクラウド多分知ってる人全員じゃない、え、本当に、うん、iTunes、Spotify、うん、でしょ、その他になんか曲ディグるところって、まあ、サウンドクラウド、サウンドクラウド、ミックスクラウド、ミックスクラウド、あと何があるかな、あとあれ売れるやつ、売れるやつ、バンドキャンプ、バンドキャンプ、バンドいいね、バンドキャンプいいね、ちょっ
ビートポート、ビートポート使わないけどね、うん、最近はね。でも DJ とかはね、うん、あそこで買ってね、サウンドクラウドに載せたんだね。そういいね。いや、なんかあとなんかちょっと5分ぐらいになっちゃったっていう、なんかもっと曲いっぱい紹介したかったなまだまだ足りないよね、ね、やっぱり3時間ぐらいできるよこれ。やっぱりもうずっとやりたいねそうだね、うん、とかなんかもうみんないてほしいね、うん、みんないてほしい ね一緒に飲んで、みんないたらもう24時間体制でしょ間違いない間違いない。だからちょっとあとね5分だから1曲さ、さっきのせっかくだからリストの最後のやつ聞いてみようよ。 OK、 ね、それ聞いて、どれだろう、これブライアン・イーロン、ブライアン・イーロン、これはどういう、これはもうモーニングですよ、もうモーニング、モーニング、いいね、まだ歌ため、今日モーニング縛りでいいね、モーニング縛り歌たねしてる感じの時にこれ流れてたら絶対爆睡する。もう一回二度寝の二度寝のソング。サラリーマンの皆さん聞かないでください、これは絶対聞いちゃダメでこれはね素晴らしい曲です。いきますよ、ブライアン・イーノ101、うん、リマスタード2004。おっと、あ、アンビエンスの王様ですね。いいね、瞑想できるでしょ瞑想できるの、こうやって瞑想しながら、瞑想で終わるっていう瞑想しながら今日8時から始まって8時45分になって、うん、これからまあみんなディナー食べ終わったぐらいかな今ね。そうね、こう就寝時でもいいかもしれない、うんうん、そうだね、うん、ちょっと寝る前に聞いてみても気持ちいいかもね。そう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 、うん、本当に本当にすラストの曲でかけといて、うん、かかってる間に寝てるかも確かにそう、今日はね、まあ、こんな曲がかかってる間だからね、せっかく説明しちゃうけど、うん、今日は、まあ、ゆうきにも来てもらってこうやってトークもできた機会だし、まあね、この前も一緒に作ったアルバムのダイアログにサインしてもらって、はい、そう、何枚サインしてもらったのかな、ね、何枚かねサインしてもらってるんですよ。まあそれは先着っていうことで5枚先着サインされてます。先着サインしたので、これちなみに渋谷店に5枚置いてあるんで、ぜひ皆さん、はい、これちなみにね、まあ、お買い上げいただいた お客様にプレゼントされるっていうものなんですけど。わお、すごいね。すいませんね、ちょっと、いや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 、ぜひぜひ渋谷店に来てもらって、レコードプレイヤー持ってない人もいるかもしれないけど、この機会にね、うん、なんか新しい音楽の聴き方とかを探ってもらえれば嬉しいよね。そうだね、レコードプレイヤーって、うん、本当に3000円ぐらいで今買えるからね。え、そうなの、安っ。みんなメルカリへレッツゴーメルカリで買ってるんだ現実を話さないとダメでしょ。でも楽しいよね、楽しいよね。メルカリで300円で売ってるパターンもあるよ。このさ、なんかレコードをセットして音楽聴くみたいなのもいいもんね。そう、なんかやっぱりストリーミングとかじゃなくて、レベルの高いものじゃなくて、うん、一生撮っとける作品だよっていう意味で、あ、さ、確かに思ってほしい、みんなには。やっぱり CD とは違う良さがあるもんね。そうだね、うん、うん、だから、まあ、ゆうきのサインしてあるこのレコードもね、皆さんぜひ渋谷店、はい、アニエスデイ渋谷店、あれの目の前です。宮下公園、宮下パークの目の前、宮下パーク適当、ね、適当だぞこの人いや本当に楽しかったな今日。楽しかった、ありがとう、ね、勝手に楽しんじゃいましたけど、みんなもね、うん、楽しかった、よかったな。またやりましょう、またやりましょう、ぜひ。じゃあ今日は YJY 松田優希さんに参加してもらいましたトークショー、今日が最終回になります。ぜひ皆さんも渋谷店に足を運んでください。ありがとうございました ありがとう、ありがとう、楽しかった。